ヤッホー、すっぴんでございます。はい、あ、うん、危ない。今日はメイン配信をごめんね、一回止まったよね。ピンです。じゃあメイクしてこ、あ、そう、なんでなんこんな音楽が流れてるかというと、あの、私隣の家というかお店を貸してるんですよ。でそのお店の音楽がちょっと南国なんで、ちょっと南国感漂う雰囲気となっております。気になるなこいつ。まあね、そう。え、やば、京式のまやちゃんに滅ばされた。え、嬉しい、え、嬉しい、え、まやちゃんに滅ばされた、嬉しい。そう、お店を貸してるんです。あのお家、あっちにお家が1個あって、今のお家ともう1個お家があって、その3個目の方を貸してます。え、やばい、まえちゃん嬉しかった。うふ、ではメイクしていきます。今日あの今片頭痛で視点がちょっと合ってないんですけど、ではメイクしていきます。まず最初にあの、まず最初にこの、どこだ、 CNP、 なんだっけな、チャン&パクの美容液をちょんちょんちょんと塗っていきます。そう、あの前にポップティン TV で出した時より全然変わってると思うから、塗りすぎたんご。皆さんハートぜひたくさん送ってね。そう、今7位に落ちちゃったから1位に復活できるように頑張りましょう。そう、ちょっとさっきまで片頭痛でぶっ倒れてたんで、これ上の余白気になるな。ちょっと待ってね、少々お待ちを。高すぎた。怒っちゃった。片頭痛はもう治ったから大丈夫。ただ視点が合ってないだけ。これで OK。 あのなんかさ、人間をダメにするソファーみたいなのあるじゃんか。私今おばあちゃん家にいるんですけど、それがすごくね、本当にダメにさしてくるんですよね。じゃあまず下地塗っていきます。下地は DHC のモイスチャーケアクリアカラーベースピンク塗っていきます。今日絶対30分じゃ終わんないなこれ。うん、終わる気がしないよ。お、ちょんちょんって塗っていく。こんにちは、ルチャです。ほのかちゃん、やっほー。アーカイブ残しますよ。え、ね、春ってアーカイブ残ってるよね、いつも。気になる。ひかるくんやってみれた、それな。あ、ゆやくん、やっほー。すっぴんでごめんなさい。
目なんかつけてる、つけてます、今アイプチつけてます。あ、ゆやくんハートありがとうございます。元気？たまにここね、従業員の方が来るんだよね。じゃあなんでここで撮ってんだって話だけど。ちょっと爪長いのに、昨日、目に刺してるの痛い。気をつけます、ハルモン。ハルモンね、あ、赤ちゃんが泣いてる。カラコンするときよくね、痛い。どこって、ここの場所ですか？ここは、バーバの家です。バーバのお家をあっちに1個とこっちに1個ともう1個あるんですけど、そこのもう1個のお家をお店として貸してるので。あ、ヒカルくんバラありがとう。あ、ちなみにファンデーションは、あ、おごじゃだ、おごじゃだよ。インテグレートの水ファンデ使ってます。あ、全然妹じゃない、お店のお客さんだと思う。そう、バーバのお家はでかいんですよ。うちんちはちっちゃいけど。なんか、昔使ってた家と、なんか、くっつけたみたいな。全部くっつけた。え、水ファンデめっちゃいいよ、これ。なんか、お人形さんのお肌見たくなる。ひんやりするし。こうなんか、叩き込む感じで。誰かなんか言わなかった。水ファンデ落ちにくい、なんか落ちにくいっていうか、すごい厚塗り感出ないのにカバーしてくれるから私は好き。とりあえず叩いていく。そうたらパウダーはみんな大好き、キャンメイク。あ、ルチャマル映ってる。みんな大好きキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーを取ったら、なんかラメ入ってんだよね。したらおでこにこうやってつけて、顎につけて、で鼻にちょっとつけるで、なじませて、そんな感じ。水ジェリー、どこの水ジェリーファンデ、これあれインテグレートです、インテグレート。で、私はとにかく血色が悪いので先にリップをしてメイクを進めていきます。あ、リップはイブ・サンローランのリップです。ここにね、春って書いてあるの。あ、わかんない、ここに春って書いてあるんです。あ、あとでかっ。ジージの友達が働いてる。アイプチはこれはなんかドンキで、あ、じゃこれ100均で、なんか太めのやつを使った。あ、おかんありがとうございます。キャンディーもありがとう。そう、なんか使った。たら、チークしていく。チークはタナエクセルの、これに、あ、そう、ルチャマル仕事ない日はコンシーラー使わないんですよ。本当はファンデーションもいらないくらい仕事ない日は。チークはこう、この辺にポンポンポンと
てくなんか老けた。ありがとうございます。ポプセン頑張ります。カラコンつけるけど、そう、今日は妹とお出かけに行きます。ユアティ始まった。なんかあれ、いつもユアと同じタイミングでやってるね。あ、コツネちゃんやっほー。今日は妹と一緒に、妹の行きたいって言ってた、なんかレモネードスカッシュみたいなお店に行ってきます。あ、これやるの忘れちゃった。もういいや。したらノーズシャドウしていく。すっぴんかわいい、ありがとう勇気ライバル。それな、皆さんハートたくさん、アイテムとか投げてください、お願い。みんなってさ、どの時間帯が一番見るの？妹ちゃんめっちゃ気になる？気になりますか？出しません。すっぴん赤ちゃん、それな。あ、ホールケーキありがとうございます。2個目ドーン。あ、高くなった。じゃあハイライト、テスト期間だけど見てるわ。あーげー、ロジャマルテストね、まだない。ちょっとまだアイプチしてるから先眉毛描いていこう。ぶちゃまるさん、今日もう目が不調で不調で、大丈夫ってくらい不調だったんで、そう、メイク描いてきます。妹ちゃんは今中2ですね。テスト頑張れる言葉欲しい。テスト頑張りな。テストいい点数取ったらで、アルチャマルが投げキッスあげる。いらねえて。あちゃん学校どんな感じ？もうマジギャルとヤンキー。もうメイク完成して、全然完成しないよ。アイメイク何もやってないの。あ、ちなみに眉毛は私はセダンヌ使ってます。セダンヌの眉毛をこう取って。ピアノは弾いてないんだけど、隣からすごい流れてきた。久々に眉毛整えたから描きやすい。ユアもメイク配信始めたの。バロタなんだけど、誰かユアのとこ行ってきてさ、なんかさ、ユア、春もメイク配信してるよって言ってきて。え、普通の学校じゃないよ。普通の学校じゃないっていうか、通信。あ、やべ、掘った。チーク掘っちゃった。終わったわ。でも全然芸能学校とかでもないから、そう、一般の子と一緒にいるよ。ユアティもメイク配信始めたわ。さすがに笑う。マシヤッホー。ルジャマルとユアティどっちが馬鹿？ポプセンでバレたのはルジャマルの方がバカでした。おかしいな、そんなことないと思うんだけど。
TT のアンケートっていつも何票くらい入ってるの？でも前回は40票でした。そう、すごいいっぱい。でもなんかね、みんな眉毛描くの上手くて感動してる、ありがとう。そう、なんかでもみんなもっとさ、たくさんなんか描いてる人がいるから自分も頑張らなきゃ、呼びかけとか頑張らなきゃって思う。マヤマスカラはキスミヘビーローテーション使ってます。得意な教科はありません。メイ完成。なんか隠れてね。体育とか、あ、体育得意かも。今日は妹とお出かけです。リアティがライバルって言ってた。笑った。私もユアはライバルとして見てます。眉マスカラをするときのワンポイントなんですけど、こうやってやって、こうやってやって眉間にシワを寄せると眉毛がこう立つんですね。そうすると眉マスカラしやすいからおすすめです。シェーディングしてなかった。ふわふわのメンバーはみんなバラバラです。学校は初めて知った。なんか犬飼ってる。犬飼ってないです。犬飼いたい。ティーカップ買う。ポメラニアン言えなかった。ティーカップかポメラニアン。ノーズシャドウとフェイスなんだっけ、シェーディングはこのケイトのスリムクリア、スリムクリエイトパウダーフィスカラーのこのなんか2色入ってるやつ切ったね。2色使ってるやつ使ってる。そう、今7位なんです。だからみんなハートとかたくさん投げてほしい。ノイミー好きだよ。もう本当に感動した。あれはながる。ありがとう。6位は愛理ちゃん。じゃあ愛理ちゃん抜かせるように頑張ります。5位がユアティなんで、じゃあユアも抜かせるように頑張ります。もうアイプチついたかな、くせ。そうなんです。もうアイプチで癖づけないとさ、ねえ、終わるんだよね、いつも。なんでだろう。カラコンまだしてないです。さあ、アイメイクしていきます。アイメイクはまず最初に。LB のアイシャドウ、このカラーを使って、この一番明るい色をアイホール全体に塗ります。アイプチしてるとね、まぶたが薄い子はなりやすいもんね。そしたら次、ポップティーの付録のこのアイシャドウパレットを使っていきます。めっちゃ使ってる。なんかまずはこの色を手に取って、二重幅よりちょっと広いくらいに塗っていきます。
すねのアイシャドウでいこうかな。そしたらここのこっちより濃い色の方を二重幅に塗っていく。ユアティと1万差やば。1万も差があるの悲しい。血液型O型です。大雑把です。ポプティの仲良しはユアともちろん3期生レギモの3期生仲いいし、でも最近ずっと一緒になんかいたりするのあやみんかな。ちょっと待ってね、コピーじゃないて。キャンディーありがとうございます。 I love you。 そしたらアイシャドウこうやってぼかしたらアイシャドウ終わりだわ。じゃあビューラーしていきます。ビューラーは無印のビューラーがあのユナからユナタコからいいねいいかこれめっちゃ使いやすいよってやって買いました。こうしたらついたんだけど何事。ごめんない必死に見ちゃう。なんかまつげをきれいに上げるコツはグッてやんないでグーじゃなくてちょっとずつちょっとずつ上に上げていくのがいい。下地はマスカラ下地はこのキャンメイクのピンクのやつ、開けてもピンクなんですよ。そうこれを塗っていきます。女の子ってメイクの最初の段階が一番可愛くない気がする。だったらまあすっぴんの方が可愛い。ポプティの先輩で一番仲いいの。みんな先輩なんだよね春からしたら。誰だろう。でもネオちゃんとかはすごい LINE してくれるし、ほのばびさんはほのばびさん班ほのばび班で一緒だからこのわびさんも仲いいし、あの仲いいというかすごいお話たくさんしてくれる。でも最近あのレイポヨさんとたまにお話できて嬉しい。メルちゃんもお話すごい、なんか最初に話してたのがメルちゃんだから。モデル歴は6年です。涙袋を描いてきます。涙袋は K パレットのこのやつ。ご飯とか行くのって妹と、ああ違う、ほのびさんとかとってことかはあんま行かないです。もう撮影も終わる時間もバラバラだし、ご飯になったら大体ユアか
ゆなか、あやみんかれいかかみたいなところですね。妹おるよ、おるよとか言ってた。おるんって言われたか。妹います。今7位です。上げてこう。妹いくつ？2個下なんで中2です。わかんない、開いた。そしたらさっき使ったこの色、ん？この色じゃなくてこっちの色を目の下に塗っていきます。このね、ここに塗る。誰か話してる。妹と同い年。やば、みんな妹と同い年なの。えげつ。じゃなんかさ、妹、私の妹もはるちゃんの妹と同い年ですっていうのはさ、まだわかるなって思うけどさ、私も妹さんと同い年ですって言われると。へーってなっちゃう。そんなみんな若いのってなる。あんたが言うことちゃうやろってなっちゃうかもしれないけど。アイライン引いていきます。バーバの声じゃない、知らん人。アイラインは D アップを使ってます。 D アップのブラウンを目尻だけに引いていきます。ここなんか、ん、なんか変。いつもアイラインに何時間かけんのって言われる。マジで気に入らないとすぐ消しちゃうんですよ。かけない。かけた。あといつ LINE ライブする？LINE ライブは、Twitter に時間載せました。Wi-Fi 誰がメイク長い？誰だろう？割とみんな早いかな。なんかさ、片っぽがさ、うまくいくとさ、もう片っぽうまくいかないからさ、嫌なんだよね。愛理ちゃんと5000差じゃ縮めましょう。5000の差を。30分出たのに30分経っちゃったよ。延長延長。はい、オッケー。一番妹みたいなポピティモデル、ユナタコだね。自分にとってユナタコは本当に妹みたいな存在です。マスカラ塗っていきます。マスカラはメイベリンのこのピンクいやつ塗っていきます。ブラウンです。
免許に30分もかかってんだね。びっくりしちゃった。話しながらやってるからかな。身長163センチです。マスカラ塗る顔の、マスカラ塗ってる時の顔って世界で一番ブスな気がする。マスカラついた、ここに。そしたら下まつげも塗っていきます。終了。なんか目痛いんだけど。6位まで4000。え、ちょっと4000いく？メイクはこれにて完成です。じゃあコメント読んで今回の僕は終わりに。ごめんなさい、マイク押さえてた。うん、マイク塞いでた。ごめんごめん。じゃあスクショタイムして終わりにしますね。あ、携帯ですね。なんか届いたけど、なんかやり方わからなくてやってまいりました。バイバイ。じゃあバイバイ。